あとは8番4番混戦です。そして1番の古川宗樹、外には7番の鈴木光太、どうしますか。鈴木光太は最後まで行く。3番手から2番手いい感じで来ている。先頭番の寺山由美です。競輪選手になったきっかけなども教えていただけないかと思いまして、はい、いかがでしょうか。競輪選手になろうと思ったきっかけは、はい、高校のスノーボード教室で99期の新井春樹さんと出会って、はい、でそのレースを見に行った時にガールズ競輪がやってたので、自分もそこで走ってみたいなと思ったのがきっかけです。あ、そうなんですね。簡単ではなかったと思うんですけれども、はい、練習はいかがでしたか。そうですね、養成所に入る前はやっぱり自転車経験がゼロだったので、すごい練習は大変だったと思います。あ、自転車経験ゼロだったんですね。はい。その前に何かスポーツをされてたんですか。中学校まではバスケットボールをやっていたんですけど、はい、高校は特に運動を何もしていなかったです。あ、なるほどですね。それでも一発合格で。そうですね、でも適正だったので。適正で入校されると皆さんとてもこう苦しいというか、かなりきつい学校生活というお話をよくお伺いするんですけども、浜野選手はいかがでしたか。そうですね、やっぱり自転車に慣れるまでに時間がかかって、養成所内でも本当きつくて練習が全然ついていけないっていう状態でした。ちょっととても苦しい生活で大変でしたね、うん、そんな学校生活の中で、はい、思い出に残っている出来事やエピソードなどがありましたら教えていただけないでしょうか。思い出に残っていることは、自分の誕生日の日に同期の仲いい友達にお祝いしてもらったことです。あ、そうなんですね。はい。あ、そちらの友達の方の名前とお伺いしても大丈夫ですか。はい、本田優と川路遥と吉田林檎の3人がお祝いしてくれました。ありがとうございます。デビュー戦はいかがでしたか。そうですね、デビュー戦は KO 格だったんですけど、はい、本当にレースが慣れてないって感じで、養成所のレースとも全然違って、本当に不甲斐ない結果でした。かなり緊張しますよね。はい、そうですね、緊張したんですけど、あの東京の選手がたくさんいて、はい、アドバイスをもらったので、はい、ちょっと頑張れました。なるほどでございますね。浜野選手が今までで印象に残っているレースや会心のレースなどがございましたら教えていただけないでしょうか。そうですね、デビューしてからずっと7着とか6着の着ばっかりだったんですけど、はい、12月の砦で初めて3着に入れたレースはやっぱすごい嬉しくて、練習してよかったなと思えた時でした。ちなみにそのレースってどんなレースだったんですか。そのレースは中段にいて、自分の前の人が強い人だったので、そのままマークしてゴールしたって感じです。ありがとうございます。競輪ファンの皆様の車検戦術の参考に、浜野選手の持ち味を教えていただけないでしょうか。自分は自在というか、人の後ろについてしっかりついていくという戦法で頑張ってます。ガールズ競輪の選手になって良かったことと、あときついことなどを教えていただいても大丈夫ですか。はい、良かったことは、はい、レース以外は自由な時間があるというか、はい、自分でその日の予定とかを考えられるのは、はい、やっぱ普通の仕事ではないと思うので、はい、それは良かったなと思います。なるほどでございますね。辛かったことはやっぱりレースで成績が悪いとメンタル面がきついと思います。はい、ありがとうございます。あのそれではこちらの動画をご覧の皆様に、浜野選手からメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、いつも応援ありがとうございます。ちょっと不甲斐ない結果が多いんですけど、一歩一歩頑張って一生懸命練習します。これからも応援よろしくお願いします。浜野選手、大変貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。